初日6レース調べます、はい、熊本の中川選手です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年もファン投票で出れるということになりましたけどもどうでしょうか。いやもうありがたいですたくさんの票をいただいてって形になりますけど、はい、何だったかな、30何位か、はい、そのくらいだったよね。ありがたいです、こんな、はい、自分に出させてもらって。平塚はどうですか、イメージとしては。平塚ですか、はい、平塚はイメージはちょっと軽いイメージはあるんですけど、うん、結構久しぶりなんですよね、はい、そんなにもうイメージはないなっていう感じですか、今のところは。今のところはあんまりないですね、まあ熊本は終わって、まあ、松戸記念走られて、はい、今調子としてはどうでしょうか。調子は、まあ、まあまあまあ普通ぐらいなんですよね。普通ぐらい、はい、まあ、悪くはないんですけど、ちょっとやっぱ噛み合ってない感じしますね。で松戸は初日いい走りだったなと思いましたけど、はい、初日だけはなんとか決まったんですけど、はい、あとはなんかあまり噛み合わずっていう感じだったんで、まあ、しょうがないですね、そういうレースなんで、はい、昨日川崎競輪場で、まあ、よく知ってますね。私はもちろん知った、日野選手とオリンピックのパブリックビューみたいなやつありましたけど、どうでしたその雰囲気というか。いや本当にいい雰囲気でしたよ、はい、みんなで盛り上がって、いや本当惜しかったですけどね、はい、メダル取れたと思ったところでの落車があったので、うん、はい、まあ、ちょっと怪我がまあ残念なんですけど、でも雰囲気は、はい、すごくみんなもうあの競輪場に来てるのに競輪も見らずにずっと、はい、みんなでワイワイやってたので、はい、楽しく過ごせました。やっぱりそれを見て次のオリンピックを目指そうっていうことは誰がこれ、はい、ふざけてるでしょ絶対。いやいやいや何年前にやめたと思ってる、8年くらい前にやめてるのに、まあ、それを、あ、それは別として、なんかそれを見てまた何かモチベーションがに変わったとかそういったのありますか。なんかね、モチベーションになんかもうなんだろうな、変わらなくなってきた、ちょっともうなんかちょっと世界が違いすぎてもうあの人たちと走らないといけないのかっていう感じ。わかりました。では長い戦いになると思いますので、はい、最後意気込みをよろしくお願いします。はい、しっかり護送できるように頑張りたいと思います。